6月18日、伊予郡正木町鶴吉の正木町町民グランドホッケー場で、ホッケー場の落成式が行われました。誰でも集い、聞こえる。このホッケー場は、来年の笑顔をつなぐ愛媛国体、ホッケー競技少年男女の競技場として整備をいたしました。正木町は来年2017年に行われる笑顔をつなぐ愛媛国体で、ホッケー競技少年男女の開催地です。このホッケー場は既存の町民グランドを拡張する形で2014年から工事が行われ、5月末に完成しました。グランドホッケーの専用コートが完成の運びとなりました。関係者の皆さん、本当におめでとうございます。この日行われた式典には多くの関係者が訪れ、完成を祝いました。式典終了後には、この町民グランドホッケー場で初めての試合となる四国高等学校ホッケー選手権大会が行われました。またこの模様を取材しようと、伊予高校から高校生記者も訪れ、熱心に取材を行っていました。9月にはこの新たなホッケー場で国体のリハーサル大会である全日本社会人ホッケー大会も行われます。